消防職員の日頃磨いた技術を競う第45回消防救助技術四国地区指導会が29日松山中央公園で開かれました。四国地区の51消防本部から選ばれた消防職員が参加するこの大会、陸上の部ではロープ高や引き上げ救助、水上の部では溺れた人の搬送や救助を行い、技術の速さや正確さを競いました。今年の8月24日全国の消防救助技術大会がここ松山で四国初開催となります。それに向けて今回の四国地区の指導会は選考会という位置づけのものもございます。四国の隊員約300名が集まって技術、体力、精神力を競い合う、そういった大会となっております。四国4県から隊員が今日集結しています。特に愛媛県においては、ここ今日四国地区指導会の開催県でもありますので、他の県との連携を図りながらも自分たちの技を十分に披露していただきたいと思っています。四国初の大会となります。これまで私どもも経験がありませんが、全国から駆けつける隊員約1000名、または市民イベントも同時に開催しますので、多くの方に、松山市はもちろん県内から、また全国から多くの方に来ていただいて、消防防災の体験をしていただきながら、消防への期待もさらに高めていただきたいと思っています。素早く機敏に動く消防職員の技術の高さに、会場からは歓声や拍手が送られていました。